こんばんは。今日はホルモンが安かったんでホルモン焼きを作りたいと思います。あと、もやし。味付けはこの焼肉タレの味噌。じゃあまず焼いていきます。ニンニク入れます。タレを入れます。で最後もやっていきます。とりあえずこの状態で弱火にしてかけていきます。じゃあ乾杯。ごぼうサラダ。もやしがだいぶクタクタになってきたらもう出来上がりです。じゃあ食べてみましょう。いただきます。うまい。
のラスト。出した。かっこいいですね。ご視聴ありがとうございました。